ユルク・バウアーゆるバウアーは、ドイツの作曲家。デュッセルドルフ出身。幼い頃から作曲を行い、18歳の時に、最初の原楽史重奏曲が演奏された。1937年から1948年まで、ケルン音楽大学で学び、フィリップ・ヤルナッハに支持した。在学中の1946年から、 デュッセルドルフ音楽院の音楽理論の講師となっている。1948年から1951年までケルン大学の大学院で音楽学を学んだ。1952年からデュッセルドルフの聖パウル大聖堂の合唱指揮者、ケンオルガニストになり、ローマに留学する1960年までその職にあった。1965年から ロベルト・シューマン大学デュッセルドルフで教壇に立ち、1968年に教授となった。1971年にケルン音楽大学に移り、1990年まで在職した。1970年にドイツ連邦共和国功労勲章を受賞戦後すぐは、保守的なヤルナフ派のスタンスに忠実で、極端な前衛に走らなかった。その後、 バルトーク・ベーラの強い影響を受け、1950年代には、アントン・ベーベルンの12音音楽を取り入れた。やがて伝統音楽からの引用に関心が向き、ハインリヒ・ザーク、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ロベルト・シューマン、アントニン・ド・ボルザーク、ヨハン・シュトラウス、カルロ・ジェズアルド、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトなどの音楽を引用している。ありがとうございます。